バッターボックスには指名打者の甲斐。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。インサイド変化球決まっています。打った、高く上がった。この当たりはどうか。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターは甲斐。先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね、そうですね。ホークス1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですからこの辺りで追いついておきたいところですよね、そうですね。さあ5球目は何か。チェンジアップ外れました。打ちました、痛烈。ここもファールです。ツーボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターは DH 甲斐。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはホークスがエースの千賀、そしてイーグルスが岸、この2人の投げ合いとなっています。見ましたが、これはストライク。あっという間に2ストライクです。ストレート外れました。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、これはいいプレーでしたよね。8回の裏、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンアップから始まります。甲斐バッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホークス同点で迎える8回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあそうですね、この回勝ち越すためにとにかくつなぐ意識で打席に入ってほしいですね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファウルボール。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し。ライト見送った。勝ち越しのホームランです。ソフトバンクホークス、この終盤相手を突き放す一発となりました。ホークス勝ち越し、3対2。ここ一番の集中力が光ります。この回1点リードに変わります。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。